こちら市内の幹線道路なんですが、路面が凸凹で皆さん車体を揺らしながら慎重に走行されています。そして向こうのバス停も雪山に完全に埋まってしまっています。昨日24時間降雪量が78センチと観測史上1位となる記録的な大雪となった留萌市。一夜明けた今日も除排雪が追いつかず、市内を走る路線バスは3日連続で終日運休となっています。バス乗り場なんだけど、これは全部埋まっちゃったから、ここ通すまで多分誰もバス乗れないと思います。一方、留萌市の一部の地域で昨日回収を見合わせていたゴミ収集車は、今日は朝から通常通り稼働し、昨日回収できなかったゴミについては今日以降回収するということです。